サニア・ミルザはインド・ムンバイ出身の女子プロテニス選手。2009年の全豪オープンと2012年の全仏オープン、2014年全米オープンの混合ダブルス優勝者。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝、ダブルス41勝を挙げる。自己最高ランキングはシングルス27位、ダブルス1位。右利きだがバックハンドストロークは 両手打ち。日本語では、英語表記を単純にカタカナ読みした、サニア・ミルザという呼び方が、最も普及しているが、現地語表記での長短母音の区別などを考慮した、場合、サーニア・ミルザの読みが近くなる。ミルザは、インドのイスラム教徒の家に生まれ、6歳からテニスを、始めた。2003年に、プロ転校。2004年末の時点で、 彼女のシングルス世界ランキングは206位であった。2005年2月、個国インドハイデラバード大会の決勝で、アリョーナ・ボンダレンコ6から4、5から7、6から3で破り、インド人女性として最初の WTA ツアー大会シングルス優勝を達成する。半年後の全米オープンで、ミルザはマリア・シャラポワとの4回戦まで進出した。現時点では、 これが彼女の四大大会シングルス事故最高記録である。その後来日し、ジャパンオープンでベスト4に入った。その後の彼女はシングルスよりもダブルスの分野で多くの好成績を出してきた。四大大会女子ダブルスの分野では、ベサニー・マテックと組んで2007年全米オープンと2008年ウィンブルドンの女子ダブルス準々決勝に進出した。2008年北京五輪で、 オリンピックのインド代表選手に選ばれたが、シングルス1回戦、ダブルス2回戦敗退に終わる。2009年の全豪オープン混合ダブルス部門で、サニア・ミルザは、マフェ・シュブ・パシとペアを組み、2007年、全仏オープン混合ダブルスの優勝経験を持つ、アンディ・ラムナタリー・ド・シー組を6から3、6から1で破って初優勝を決めた。これは、 インド人女性による最初のグランドスラムタイトルである。ミルザとブパシは前年の全豪オープン混合ダブルスでネナドジュモニッチマゴテンテン組に敗れて準優勝になったが2年連続の全豪混合ダブルス決勝でついにタイトルを手中に収めた。2011年全仏オープンでミルザはエレーナ・ベスニナと組初の4大大会女子ダブルスの決勝に進出した。 決勝では、アンドレア・フラバー・チコバ&、ルーシー・ハラデツカ組に46、36で破れ準優勝となった。2012年全仏オープンでは混合ダブルスで、マヘシュブパシュと組決勝に進出。決勝では、サンティアゴ・ゴンサレス&、クラウディア・ヤンス・イグナシク組を76、61で破り2度目の4大大,大会、混合ダブルスタイトルを獲得した。 2013年からミルザはダブルスに専念している。2014年全米オープンでは、ブルーノ・ソアレスとの混合ダブルスで決勝に進出し、アビゲール・スピアーズサンティアゴ・ゴンサレス組を6、1、2、6、11、9で破り四大,大大会、混合ダブルス3勝目を挙げている。2015年は、マルチナ・ヒンギスとのペアで、ウィンブルドン、全米オープンなど10勝を挙げ、 ダブルス世界ランキング1位になった。ミルザはそのルックスと実力からインドの国民的なアイドルとなり、そのファンはマスコミからサニアマニアと呼ばれている。そのファッションや発言も人気があり、アクセサリーの花輪がチャームポイントでメッセージを表現した T シャツを着ることでも知られている。彼女は2005年度のタイム誌のアジアのヒーローベスト50に選ばれた。しかし、 地元インドのイスラム法学者が、彼女のテニスウェア姿を、イスラム教徒らしくない、はしたない格好だと非難し、それに関するファトワーを出したことで一時期騒がれた。2010年、ミルザは、パキスタンのクリケット選手、ショアイブ・マリクと結婚した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。